はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナとロシアの情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ南部ロシア施設を攻撃、欧米提供の兵器使い反撃準備。ウクライナ軍は14日ロシア軍が支配する南部ヘルソン州ノバカホフカのロシア軍検問所などを攻撃したと明らかにした。ウクライナ軍は11日にも同地域のロシア軍弾薬庫を砲撃しており、南部での反撃の準備を進めているとみられる。ウクライナ M270 ロケット砲受領を発表。戦況に影響も。ウクライナは15日高性能の M270 多連装ロケットシステムを受領したと発表した。西側諸国が提供する長距離砲が増えることで戦況に変化が生じているとの見方を示している。ウクライナのオレクシー・レズニコフ国防相は SNS への投稿で、最初の MLRS M270 が到着したと発表。先月アメリカから提供された高機動ロケット砲システムハイマースの良き友になるだろうとした。 M270 を提供した国は明らかにしていない。このように報道されております。現状ウクライナ軍はハイマースを効率的に使用し、ウクライナ南部ザポリージャ州のロシア軍の拠点、そして特にウクライナ南部ヘルソン地域におけるロシア軍拠点、ロシア軍の効果値目標と言われている、そうした場所を効率的に着実に攻略しているという情勢が見えてくると思います。ロシアによるウクライナ侵攻で、ウクライナ国防省のモトジャニク報道官は15日、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースにより、過去数週間に30カ所以上のロシア軍の兵站施設の破壊に成功したと発表した。ウクライナメディアが伝えた。ウクライナ軍は最近、奪還を目指す南部ヘルソン州などを中心にハイマースを運用。ロシア軍の弾薬庫や修理施設を相次いで破壊してきた。ロシア軍の補給を困難にして奪還作戦を容易にする狙いで、モトジャニク氏もロシア軍の攻撃力は大幅に低下したと述べた。こうしてウクライナ軍がロシア軍の兵站、物資保管などの拠点、効果値目標を攻略していくことで、ロシア軍は前線から兵力を後退させざるを得ない、そうした状況に直面する可能性がありまして、そのことはすでに疲弊しているロシア軍の兵站線をさらに伸ばすことにつながるということだと思います。で、そうなってまいりますと、ロシア軍の兵站の効率性が下がり、ロシア軍の動きが緩慢になってくる、そうした循環が出てくる可能性が出てくると思います。そしてウクライナ軍としては、そうなったところをさらに攻勢をかけていく、こうしたですねことをウクライナ軍は作戦として考えているのではないかということが見えてくると思います。特にウクライナ南部ヘルソン地域は、地図で見ると NATO 加盟国のポーランドや特にルーマニアなどから比較的に近いということがあると思います。で、現状ですね、 NATO の早期警戒管制区からウクライナ軍がロシア軍の重要拠点、効果値目標の正確な位置情報を得ているのではないかという報道が一部されておりますので、その真偽は不明でありますけれども、もしそうしたことがあるのだとしますと、ウクライナ軍は今後ハイマースや M270 などを使って、今後さらにロシア軍の効果値目標を攻略していく、そうした可能性があると思います。ですので、こうした中ですね、 M270 が供与されたということは重要な意味を持つと思います。 M270 は 227mm ロケット弾12連装発射機であります。さらに全12発を40秒以内で打ち切る短時間連続発射能力と、発射機自体が時速約 65km で走行するキャタピラ式の自走車両でありますので、場所を特定される前に速やかに移動することができると、そうした能力も合わせ持っております。ハイマースは 227mm ロケット弾6連装発射機なので、 M270 はハイマースの攻撃力の2倍と考えていいと思います。ですので、今後ハイマースと M270 などが同時にですね、共同で本格的に運用されますと、これはウクライナ情勢、特にウクライナ南部ヘルソンなどをめぐる戦況を変える可能性があると思います。厳しい戦いの中にあって、ウクライナ軍にはアメリカから6発連射の多連装ロケット発射機ハイマースを、イギリスから同じシステムだがハイマースの2倍の12発連射の M270 を合計50機以上、アメリカ、フランス、ドイツから 155mm 榴弾砲を250門以上供与されることになっている。このような指摘報道があります。ハイマースと M270 で50機以上ということになってきますと、火力という面でもロシア軍の効果値目標をさらにウクライナ軍が攻略することができる可能性が出てくると思います。
今後ウクライナ軍が M270 をどこで運用するかというのは明らかになっていませんが、もし南部ヘルソン市奪還に向けてハイマースと M270 を運用するということになってまいりますと、ヘルソンをめぐる戦況は変わり、ウクライナ軍によりますヘルソン市の奪還ということは現実的になってくる可能性があると思います。こうしたですね、 M270 などの供与などもあってかですね、ウクライナ軍は運用できるハイマースの中の何機かをウクライナ南部だけではなくウクライナ東部においても重点的に配置している可能性があります。ウクライナ軍は12日遅く、ロシアが支配する東部ルガンスクにある防空システムを破壊した。西側諸国が提供した長距離砲が戦況に変化を与えつつあることが改めて浮き彫りとなった。ロシア国営通信はウクライナ軍がルガンスク上空を守る防空システムに空爆を加えたと報じた。ウクライナは先月以降、アメリカから届き始めた高機動ロケット砲システムハイマースを使って弾薬庫や指揮所などロシアの攻撃力に大きなダメージを与える標的に相次いで攻撃を加えている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は動画を通じ、占領者は現代の重火器がどのようなものか身をもって痛感している。敵側が領土で供給ラインを安全に確保することはもはやできないと述べた。ルガンスク住民が12日遅くにソーシャルメディアに投稿した動画には大規模な爆発の模様が映っている。ロシア軍関係者はソーシャルメディアでルガンスク産業地帯にある弾薬庫が攻撃を受けたと明らかにした。親ロ派武装勢力が一方的に国家樹立を宣言したルガンスク人民共和国のスポークスマンは、ウクライナ軍がルガンスクの安全を守る防空部隊に対して大規模な攻撃を仕掛けたと述べた。ルガンスク人民共和国はその後、ハイマースから9発のミサイルがルガンスクに向けて発射されたと明らかにした。亡命したルガンスクのセルヒハイダイ州知事は、ロシア軍の弾薬庫を破壊したことで供給ラインが寸断されているとの見方を示す。このように報道されております。ですので、ウクライナ東部においてもこのハイマースでこうした具体的な戦果が出てきているということは、今後ですね、ウクライナ東部の戦況ということも注目していくということが重要だと思います。今後ウクライナ軍は M270 やハイマースを使用し、ロシア軍の降下地目標をさらに攻略していく可能性が高く、そうした面においてウクライナ南部の戦況の推移というのは注目点になってくると思います。こうした中、ロシアプーチン政権は石油という面においても難しい情勢と直面する可能性があります。石油増産、サウジが数週間以内に対応。バイデンアメリカ大統領はサウジアラビアのムハンマド皇太子らとの会談で、世界的なエネルギー供給について良い議論ができたと指摘。石油増産を念頭に、今後数週間以内にサウジが対応を取るだろうと期待を示した。バイデン大統領がサウジ皇太子と会談、原油増産を再要請か。中東歴訪中のアメリカのバイデン大統領がサウジアラビアに到着し、事実上の最高権力者ムハンマド皇太子と会談しました。15日、サウジアラビアジッタの王宮に到着したバイデン大統領は、入り口でムハンマド皇太子の出迎えを受け拳を突き合わせました。ロイター通信によりますと、これは当初予定されていなかったということで、関係修復の象徴として伝えられています。ムハンマド皇太子との会談は大臣らを交えた実務協議形式で開かれ、この中で改めて原油の増産を要請したものとみられます。会談後、バイデン大統領は重要なビジネスを成し遂げたと表現しました。このように報道されております。で、バイデン大統領がサウジアラビアのムハンマド皇太子らと会談し、石油増産を念頭に今後数週間以内にサウジが対応を取るだろうと期待を示したというのは、一つ注目すべきニュースだと思います。現状 G7 がロシア産石油の取引価格に上限を設定する制裁ということが報道されております。アメリカブルームバーグ通信は6日、 G7 が検討しているロシア産石油の取引価格に上限を設定する制裁について、上限を1バレル約40ドルから約60ドルの範囲内にする案が浮上しているのではないかと報じています。 JP モルガンはですね、7月1日付のレポートで、価格上限を1バレル50ドルから60ドルに設定すれば、ロシアの石油収入を減らす一方で、引き続き石油の流通を確保するという G7 の目的にかなうだろうと指摘しています。で、このロシア産石油の取引価格の上限設定という戦略は、ロシア経済に一段の打撃を与え、ロシアプーチン政権の戦費調達に大きな支障を与えることができる可能性があります。で、一部報道によりますと、ロシアプーチン政権はこの上限価格設定ということにかなりですね、ある種の危機感を抱いていると報道されています。で、
このロシア産原油価格上限設定案というのは、ロシア産原油を輸送するタンカーの保険加入禁止への動きということとセットで見ることが重要だと思います。基本的に保険なしでタンカーは動かせないと言われています。それはもし原油などを積んだタンカーが事故を起こしたりしますと莫大な事故費用がかかるためです。このため海運会社は保険会社に加入し、保険会社はさらに再保険会社に加入しているという構造になっています。この世界の再保険市場の上位10社のうち9社が西側諸国です。こうした中、ロシアの保険会社は体力が小さいと言われておりまして、海運保険に関しましてはイギリス、そして欧州が莫大な力を持つとされます。そして G7 としては価格の上限を超えたロシア産原油の取引がもし行われた場合、ロシア産原油を輸送するタンカーの保険契約を禁止する案ということが一部報道されております。このことは西側諸国によるロシアプーチン政権への経済制裁に参加していない国も G7 が設定する価格の上限を超えたロシア産原油を運ぶ手段がなくなることを示唆していると思います。こうなってまいりますと、ロシア経済に一段の打撃を与え、ロシアプーチン政権の戦費調達ということに大きな支障を与える可能性は高まるということだと思います。こうした中、ロシアプーチン政権側としては上限価格にもよりますけれども、その上限価格によってあまりにもロシア側が損をするならロシアの原油を減産するということを主張する可能性ということがあると思います。ここでサウジアラビアの動きが重要になってくるということだと思います。ここでもしサウジアラビアが石油増産ということに舵を切りますと、それは結果としてロシアが持っていた分のマーケット、サウジアラビアなどが取りに行く可能性ということが高まるということだと思います。これはつまり2016年に結成されたオペックプラスが分裂する、崩壊する可能性を示唆していると思います。で、サウジアラビアとロシアのこの石油をめぐる関係というのは過去ですね、揉めたことがあるんですね。過去2020年に原油減産などをめぐりまして、一度ロシアとサウジアラビアの関係というのは大きな亀裂が入ったことがあります。で、この時はトランプ大統領が仲介し、ロシアプーチン政権がサウジアラビア側の要求をある種受け入れる形で減産合意したという経緯がありました。で、今回ですね、バイデン大統領が中東訪問し、昨日の動画でお伝えしました中東のクアッド I2U2、 この I2U2、 インド、イスラエル、アメリカ、アラブ首長国連邦の新クアッドの中心的な目的は中東の安定とイランの核開発を封じることにあるとされています。このことは現状イランとの連携を強化しようとしているロシアプーチン政権の外交政策にも影響するということだと思います。そして G7 もロシア産原油価格上限の動きを示しているということがあります。で、 I2U2 に関しましては昨日の動画をご覧いただければと思います。で、この I2U2 と G7 のロシア産原油価格上限の動きということで、この2つが機能し始めますと、ロシアプーチン政権の中東への影響力が弱まる可能性ということが高まっているように見えます。こうなってまいりますと、ロシアプーチン政権はさらに中国とインドに、まあ、ある種依存せざるを得ないといいますか、原油を売るということになると思いますが、それは逆にロシアが中国、インドから原油をさらに買い叩かれる状況になるということを示唆すると思います。つまりこうした一連の情勢というのはロシアのエネルギー資源大国としての立場が弱まることを示唆していると思います。ロシアプーチン政権は経済的にも今後さらなる苦境に直面する可能性が大きいように見えます。そしてそうしたことを象徴するニュースが報道されました。ロシアで戦時経済体制法成立、企業、政府の管理下も。ロシアのプーチン大統領は14日、ウクライナに侵攻したロシア軍の活動などを支えるためとして、ロシア政府機関が企業に対して経済的特別措置を発動できるようにする法案に署名し、成立させた。タス通信が伝えた。欧米メディアは、この法律が企業を政府の管理下に置くことを可能にし、ロシアを事実上の戦時経済体制に移行させるものだと指摘している。法律によると、ロシア国防省やロシア連邦保安局、FSB などの政府機関が特別措置に基づいて物やサービスの提供に関する契約を企業に求めた場合、企業側は契約を拒否できない。政府側は契約後であっても物の量やサービスの内容を変更できる。さらに労働者の残業や夜間勤務、休日出勤などについて政府側は企業に指示することが可能になる。このように報道されております。
で、ロシアプーチン政権は今回の大義も正義もないウクライナ侵攻に関しまして戦争という言葉を使っていませんが、今回報道されたニュースを見てまいりますと、これは戦時下の国家総動員体制に見えてくると思います。つまりこのニュースは簡単に言いますと、企業は政府の管理下に置かれて原価を下回ってもですね、生産しなくてはならない情勢ということも想定されまして、もしそうなりますと経済的には一段と厳しい情勢に置かれ、そのことはロシアの企業の倒産が相次ぐ可能性ということも否定できないと思われます。こうした中、ロシアの国家財政にとって重要な石油エネルギー産業が今後打撃を受けるという情勢がもし起こりますと、ロシアプーチン政権はその政権の足元が揺らぐ可能性があるように思います。そしてそうした情勢はロシアから国外脱出する企業やロシア国民が増え、ロシア経済の空洞化が進む可能性ということも内在しているということだと思います。ロシアプーチン政権はウクライナ情勢長期化とロシア経済両面において現状正念場と直面しているように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。